梅園大学の皆さん、今日は、特別に重要なことについてお話しいたします。全国で多分数十人の方が聞いておられます。おそらくこれを知っている人は今はいないと思います。これからお話しします。これが文語ワンワールドのつい先6分前に、書いたものなんですけど、実はロシア神秘主義、宇宙主義、と比叡山延暦寺、つまり天台密教と日本国高等と双子の里と梅園の言語とニュートンがつながっていた。無論アインシュタインもつながっています。それでどうしてこういうことを考えたのかというとですね、梅園の敬意傍体図 の細い線、あれをヘンリー・ M ・シェファー、基本あの人はポーランド人です、ということはハザール人ですね、がそこ一本の棒だけを、まあ別に盗んだわけじゃないんですけど、これが世界の根源だと直感したんでしょうね。そして、シェファーのストローク記号、棒一本で P ストローク Q と書くことで、一つの演算子で世界のすべてを記述できるということを彼は論文として1913年に発表したんです。でその後1912年に梅園全集が発刊され、世界の図書館に寄贈されたものと思います。この寄贈目録がですね、文科省に残っているはずなんですよ。それから各国図書館に聞いてみるといいですよね。そしたらありますよとかね、分かるはずです。それ読んだ人の方が分かるんです。そうすると世界がつながります。おそらくつながります。モスクワにも送ったはずなんですよ。そうしますと、そこからなぜシェファーが1913年に論文を発表して、その1年前に梅園全集が急遽たった1年で出版されたのかというのは謎でした。それでずっと調べていてですね、欧州に行った高等によるものかという、落合寛治先生のアドバイスがありまして、それで調べていたんです。でロシア神秘主義というものについては不思議なことがあるもんだと、これ一種のクエーカー教徒に、キリスト教で言えばですね、クエーカーですね、ロシア神秘主義、宇宙主義。そしてこのロシア の神秘主義、宇宙主義 の出発点はニコライ・フョードロフ。そしてこの人は梅園没後、25年ぐらいして生まれてるんです。24年目ぐらいですね。でこの生没年がですね、意外と不思議で、ニュートンはガリレイの死後翌年に生まれてるでしょう。ガリレイの死後翌年に生まれたということは、ガリレイが死んだ年にお母さんが身ごもったということなんですよ。で不思議なことがあって、そうやってDNA がつながってるんですよね。それで DNA と、DNA 同士はもう多分量子レベルで共振してるんでしょうね。つまり量子もつれがあるんですよ。おそらくそうです。最近量子の理論とか量子生物学が出てきましたけども、このニコライ・フョードロフはこのロシア神秘主義からウィキペディアでたどって英語版を読んでください。でこのニコライ・フョードロフの影響を受けた人にコンスタンティン・ツィオルコフスキーという人がいます。でツィオルコフスキーは我々の現在の宇宙計画が、宇宙船や宇宙エレベーターもひっくるめてですね、このツィオルコフスキーが基本考えたんです。で彼が考えた宇宙エレベーターというのは、エッフェル塔を見た時に彼があれを高くしていったら宇宙にまで行くと、宇宙にまで行ったら無重力になると考えたんです。実際それは
重力で潰れますので無理だったんですけども、それは今日の日本が作ろうとしている宇宙エレベーターの原案は、名前忘れましたけど、宇宙エレベーターの原案は考えた人がいるんですよね。上からケーブル垂らしたらいいと。そのケーブルは日本の飯島博士だったかな、 NEC のエンジニアの、カーボンナノチューブですね、カーボンナノチューブでお調べください。そしたらそれがもうできているということが分かります。そうしてこのツィオルコフスキーの影響を受けた人にセルゲイ・コロリョフという人がいます。このコロリョフは現在のソユーズの、ソユーズロケットのを設計した人です。その後改良を重ねられてますけど、原案はこの人が作ったんです、セルゲイ・コロリョフ。実は1960年代までソビエトの宇宙計画を引っ張ってたのはこの人なんです。でも存在そのものが国家秘密だったんです、国家機密。だからアメリカのフォン・ブラウンもコロリョフが死んで国葬になった時に彼の存在を知った。つまり彼は一人で全てをやってたんです。でこのコロリョフ、それからガガーリンもこのツィオルコフスキーに大きな影響を受けていて、みんなこれロシア宇宙主義。だから前澤友作さんがロシアのソユーズ宇宙船で ISS に行って、ソユーズしか今ないですよね。そして次に米国のスペース X で月周回旅行に行くのも実は意味があったんだ。トップはつながってるんですよ。そしてこのロシア神秘主義ですね、これをロシア神秘主義でちょっとググってみますとですね、これは実はとんでもないことが分かったんですよ。ロシア神秘主義ですね、ウィキッとこう出しますよね。そうすると出るでしょう、ロシア宇宙主義、神秘主義、ロシア象徴主義、ロシア象徴主義、こういうのもね大事なんですよ。実はつながってるんです、日本とロシアは。いやこれは驚きましたね、ロシア宇宙主義。そうしてこのフョードロフ、ニコライ・フョードロフは英語版があります。英語版見てみますとですね、で私も英語忘れてしまったんで日本語にする。そうして、読んでみてください。そうするとですね、これからの宇宙に人類が進出していくその大元の思想はこの人がすでに作ってるんです。技術はツィオルコフスキーとコロリョフが作った、思想はもうこの人が作っている、地球に関してはバイエンが作っている、それから地上のいろんな建築とか車とか空飛ぶドローンとかね、そういうものはニュートンが作った、原案は。それでですね、死者の復活とかね、これ不可能ではないんですよ。それは恐ろしいことに不可能ではないって、なんだか DNA が残ってるからです。そうしてロシア神秘主義、ディヴァインという語でちょっと調べてみますね。でディヴァイン、そしてこのディヴァイン、意味とは、ですね、ちょっと待ちくださいね。ロシア神秘主義で言った方がいいですね。ニコライ・フョードロフ。そしてこう言って、これ英語版で見た方がいいんですよ。英語版でですね、これ日本語に翻訳。日本語版はね、ちょっと、こうして一度再読み込みして日本語に翻訳をしますね。そうしてどこかにあります。今ちょっとニコライ・フョードロフを探していたんですけど、日本語版でもありますね。英語版もぜひともご覧ください。ニコライ・フョードロビッチ・フョードロフ。でこの人は生前あまり表に出ることがなかったんです。バイエンの没年が1789年です、フランス革命の年ですね。
40年後に生まれているんです。そしてこのトランスヒューマニズム、ツィオルコフスキーとかね、こんな人に現在の宇宙計画は宇宙の哲学、宇宙哲学、それから宇宙の技術面、こういうものはロシアから出てますね。素材の開発とか日本もやってますし、無論アメリカも本当に活躍したんですけど、いやちょっとですね、驚かされています。ウクライナ科学アカデミーの創立者ですから、ロシアとウクライナの関係とかいうのはね、やっぱいろんなところがちゃちゃ入れてますけど、深く考えるとね、この辺でつながっているということが分かってきます。ガガーリン、宇宙に行ったガガーリンとひょっとしたらなんか関係があるかもしれませんね。全く関係なしに宇宙に行くということはないですね。いろんなことをやった人みたいですね。ちょっとこれから調べます。でそれでどうしてこの人にたどり着いたかというと、バイエン の, ロジック、比中の比を論理記号にした人がね、どうもハザール人らしいということから、それはつまりロシアと関係があるはずだということで、考えているうちにモスクワ大学にもバイエン全集が送られているはずなんですよ。そうして哲学的にはこういう人、チュールコフスキーとかね、こんな人によって宇宙時代の基礎が作られてきた。そしてそれが天台の、バイエンの哲学は天台密教の比丘の比なんです。これが分かる人ってまずいないです。私もよく分かりません。これはもう分かるなんてことは言えないんです。だって一途に登らずだから、初っ端から分かりませんよって言われてるんです。暴骨の感失うがことしって分かりませんよって言われてるんです。これがもう分かったって言える人はいないんですよ。 いません。それはやっぱいませんね。これが分かったと言える人はいないんです。ただそちらに向いて進むということしかできません。それをロシアでもやっていたというのでびっくりしてですね、それはずっと、本様って関係ないでしょうね、ずっと続いていて今日までつながっている。前澤友作さんまでつながっている。日本国高等も実はつながっている。なんでかというと、その千日開放業の中で唯一座っていいところが比叡山の京都御所が見えるところだけは座っていい、というかそこは座って京都御所に向かって お祈りしなさいということですよ。それ1200年前から続けてるわけですよ。千日開放業はその後でしょうけども、そこでお祈りするというのはずっと続けていたはずで、そこの玉体杉はおそらく伝教大師最澄が苗を植えたんじゃないでしょうかね。樹齢1200年は経ってますよ。それ以上かもしれませんが、そしてずっと祈り続けているその天台密教の六号満山総本山が双子寺で、その双子寺と宇佐神宮が深い関係があって、そうして任門没後1005年してバイエン三浦進む、まあバイエンという言葉は、三浦バイエンは歴史的故障ですので安定三浦進むなんですけども、三浦安定という人が出てきて、そうしてその比丘の比をシステムにしたんですよ。でこんな人たちはどうしたのかというと、この比丘の比を技術にしたんですよ。宇宙開発の技術に、コロリョフとかも、なんということでしょうね。なんということなんだろう。でそれでちょっとここでね調べていたんですけど、
ディバイドって言葉ありますね、2つに分けるって。これ悪い方向に取るとですね、あの2つに分けて分割統治とか に使われるんですよ。しかしもともとはですね、ディバイドじゃなくてディバイン、ディバインはね、これゴッドリーとかの意味なんですよ。このディバイドが実は言語なんです、言語のロジックなんですよ。それが一足一一なの、あれ一足二とかいうのがね、それのそれに、それはあのシェファーが気づくはずです。その流れがあのロシアにもあったんです。無論西洋にもあったんですよ、西洋にもあったんです。だからあのニーチェがね、あの いわゆる一神教と言われているのは、これはあの一つの宗教観念で、もともとディバインとかあの、まあ、ディバイドもね、このゴードリー、あの語源が同じで、この2つに分けるというのも、こう必く神事で言われている悪神の悪行として使われたら分割統治みたいなことになっちゃうんですよ。しかし本来はそんな意味ではないです。本来はそんな意味ではない。ということで、あの日本国高等とロシアと天台密教と、無論あの弘法大師空海もですね、それから三皇五帝も、だからあの無論その他西洋と文明、あの東洋の文明が融合するイスタンブールとかね、トルコのイスタンブール、それからあのヨーロッパに行ったら、あの、まあ、モーツァルトとかがね、あの「魔笛」なんていう作品を書いて、ザラストロ、あるいはゾロアスターですからね、それからニーチェが言った「ザラトストラ」書く語り木、そしてニーチェが「ルサンチマン」と言ったのは、このキリスト教的なあの価値観とか、それから社会主義的な価値観とか、それからあの自然科学によって世界を理解し尽くそう、そしてそれは操作の体系ですから、操作し尽くそうとして今限界まで来たんですけども、こういうのがルサンチマン怨念だと。これはっきり申し上げます、あの奴隷の怨念なんです。しかし今はもう奴隷はあの、まあ、現実的にはあの開発途上国にいますのでね、これからあのさらに人間的に進化することによって、我々が人間的に進化することによってですね、そういう世界を乗り越えていかねばならない。それが実は、それがなんと実はこの人はコロリョフですね、ロシア神秘主義にその発想がすでにあったということですよね。これにはあのすっしっかり驚きました。あのぜひともじっくりお考えください。すべてはつながっていたということです。これで終わります。